はい、こんにちは、シアラスポーツです。皆さんお元気ですか？前回シェルバックですね、カラー捕獲油でお手入れしましたんで、1日経ってねどれぐらいの感じかちょっと様子を見て、今日はブラッシングまで進めたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあどうかな、ちょっとね様子を見てみましょうか。あー、やっぱりちょっとね、塗布した瞬間よりちょっと色がね薄くなったような気もするけど、やっぱりね、あの日焼けしたとこって色入りにくいんですね。まずはブラシかけたいんだけど、拭き取りからやっていきます。余分な表面に残ったオイルはなるべく拭き取っておきたいですね。はい、拭き取りは一通り終わりました。今日はブラシかけていくんですけど、こちらシェルパームはね、小型のこのワールドピカサスさんのガッツピカを使いましたけど、シェルバッグもねこれでいいんですけど、背面は大きいの使いますんで、ロリングスさんのねブタ毛ブラシを使って、ブラッシングしたいと思います。細かいシワとか隙間に残った余分なオイルを除去していきますね。はい、じゃあ次にですね、もっとボリュームのある柔らかい馬毛を使っていきますね。はい、でもやっぱりね細かいところはこちらのねガツピカブラシ小回りが効きますので、こちらの方を使っていきますね。こういうね隙間とかね、こういうとこねはこっちの方がやりやすい。うわ、ちょっと壊れた。はい、一通り OK でございます。またねこちらお仕事の方、比較のこのねお手入れと、それからレース替えも受け止まっておりますので、レース替え進めるんですけど、とりあえずここまででシェルパーム、シェルバックの、色をね戻しながらの捕獲作業ですね、終了ということになりますが、いかがでしたでしょうか。今日使っていったのはロリングスさんのブタ毛ブラシ、同じくローリングスさんの馬毛ブラシ、ワールドペガサスさんのガツピカ 2way ブラシで、仕上げ段階になったらこのワールドペガサスのねヤギブラシ使うんですけど、まだちょっと仕上げじゃないです。紐をね全部あれしてから仕上げの作業をもう一回進めていきたいと思います。あ、こちら、はい、はい、どうでしたでしょうか。途中経過も含めてねぼちぼちやっておりますけれども、これまだね日が経つとちょっと色がねまた薄くなるのかな、どうなのかなって、比較の状態見ながら進めますんで、またその状況を見ながらねレースの方も
アップしていきたいなというふうに思います。途中経過ばっかりですいませんね。それでは皆さん、さようなら。買い上げありがとうございます。靴の感想も言う？靴はでもこれ買い替えですからね。あ、同じやつか。同じやつの色違い気に入ってるんだ、うん、これどっちかってランニングタイプかな。そうですね、ソールがね、はい、うん、軽いね。ほとんどスポンジになってるから。去年まではあの監督仕様のブラックを使ってたんですけど。ああ、そっかそっか、ベンチに入るのにね、はい、やっぱりブラックは暑いんで、うん、白もあっていいかなっていうことで、もうサイズも履き心地も分かってますから。あ、そっかそっか、買い替えなんで。全く一緒？多少あれですかね、だいたい一緒だと思います。ほんと？はい、履いた感じ、はい、普段履きに。そうですね、これ素材的にその雨の日に履いてもいいかなと思いますし。あ、なるほど、ね、運動靴としては。あとまあ野球の練習に行くときにも、うん、自分このアップシューズでバッティングピッチャーとかやっちゃうんで。あ、つま先が前のやつは結構このつま先頑丈にできてるんですけど、うん、ここがちょっとほつれてきてっていうのがありましたね。のでまあそろそろ新しいのがあるといいかなと思ってお願いしました。いいですね。状態税込み13,750円でございます。ありがとうございます。いいアップシューズですね。やっぱ履き心地が悪いと1日練習とかいるとしんどいですからね。そうね、ちょっとでもいいものをと思って、うん、はい、これちょっといいですか。柔らかいんだ今のやつ。だいぶ柔らかいですね。ねえ、昔のあのエナメル、あれ硬いしさ、はい、厚いしさ。そうでしたね。ありがとうございます。でもこれはそのちょっとお値段が高い方ね、だからだと思いますよ、うん、さすが一流の人は一流のものを履く。一回こういうの履いちゃうとなかなか戻れないですよね、うん、練習に履いていきます。終了、はい。ランニングをしようと思ってた。ああ、そうそうそう、その話ね、うん、そう、あの前にもちょっとお話ししたかと思うんですが、ぎっくり腰を。ああ、そうだそうだ。夏休み入ってすぐぎっくり腰をやってしまいまして、うん、はい、結局全く走らずに8月が終わってしまうという。あ、まだ痛い？いや、もう痛くないんですけど、走ると危ない、もうあのやる気にならなくなっちゃって。あ、そうかそうか、サボったからね。そうなんですよ、ね、休養したから、はい、もう走るのなんか嫌だっていう、暑いし。そうなんです、部活がある時にあの体育館の中でちょこちょこ動くぐらいで。あ、まだ若いからいいですよ。いやー、でもそうは言っても筋力がだいぶ落ちましたね。ああ、そうですか。もうふくらはぎが特に細くなったなと。ああ、うちらも足が細くなりましたね。本当にもうジジイだから。いやいや、ジジイになるとなんでこんな足が細くなるかなと思うぐらい細くなるね。もう今これですからね、もうだいぶ先はないですよ、このままだと。やっぱ野球やっててもすぐふくらはぎがつりそうになっちゃうんですよね。ああ、はあはあはあ、筋力不足ですね。小村帰りね。この間もあのセンター守ってて、最初のセンターフライが来た時に動いたら、あっやばい釣りそうってなって、もうその日はもうあのおとなしくプレーしました。そっか、ダメですね、このグローブを使いこなせるぐらい体を作り込まないといけませんね。ああ、なるほどね、体を叩かないと。グローブはもういいものいっぱいありますから、揃ってますから、うん、はい、あとは自分の体を鍛えないと、はい、そう思ってるところです。スポーツの秋ですから、もうすぐ。ああ、そっか、秋ね、うん、秋か、もうしみじみと秋ですね、うん、そうやね、夏が終わったら秋が来て、秋が終わったら冬が来て、寒いよなって言ったらまた急に暑くなって。そうですね、うん、まあでも暑い期間の方が短いですよね、考えてみれば。そうですか。そうじゃないですか。
今年6月から暑かったですよ。まあそうですけどね、あのうわーすごい暑いっていうのはやっぱ8月1ヶ月しかないじゃないですか。あ、寒い方が多い、寒い方が多いんじゃないですか。10、11、12、1、2、3、4、そんな寒いかな。寒いか、それぐらい長袖の期間がありますよね。寒いですよね、うん、そうだね。よくあのどの季節が一番好きですかなんていう話がありますけど、うん、はい、やっぱ暑いのちょっと嫌ですね。あーそっか、汗かきますもんね、うん、ベタベタするじゃないですか。夏は暑いしさ、頭ってなるけど、春は春でさ、もうアンチしてさぼーっとしちゃうしさ。あーですかね、うん、冬は寒くてうーって震えるの嫌だしさ、秋か、秋は食いすぎちゃうんじゃないのどこ何月がいいんですか。でも秋好きですよ。秋は好きですか。春か秋が好きですね。へー、秋は結構なんて言うんでしょう、気持ちがいいですよね。はー、なんかこうちょっと湿気もなくなって、そうですね、で空もね、天高く馬越える秋という感じのね、はいはい、なんかスーッとこう、うん、風が涼しくなっていくのとか好きですね。なるほどね、うん、そうね、最近夜も暑いしね。そうですよね、もうエアコンがないと生きていけないですから。エアコンかけて寝てますか。エアコンはかけて寝てタイマーで切れるようにして寝てますね。あ、なるほどね、さすがに一晩中かけとくのはちょっと心が痛むので。あ、それは電気代ってことですかそうですね、あ、電気代ってことですか。はい、夏休みが終わるなっていう、そういう今は、うん、どうなんですかね。結局毎年もうこれで今年で何十年と夏を過ぎ、はい、夏休みを過ごしてきたわけですけど、はい、思う通りに過ごせた夏休みなんて一回もないですよね。ああ、なんかこれやろうかな、この夏はこうだよねってイメージはあるのに、終わってみるとあれ俺何してたんだろうっていうね。そうなんですよ、このランニングの話もそうです。ああそういうことか、はい、あとはまあ、うん、子どもの頃からずっとそうですけど、宿題は7月中になるべく終わらせようとか、うん、終わらず、ああお盆までに終わらせよう、終わらず、うん、みたいなギリギリまあね、そう、期限は守るタイプだったんで出してはいますけど。あ、期限守るタイプなんだ、はい、素晴らしい。けどその余裕は ないですね。なるほどな、まあ人生そんなもんかな。まあでも夏休みにこうしようっていうねこと思うだけでも素晴らしいじゃないですか。私思わないものあ夏来たんだって終わっちゃうわ、もうなんかしようと思ってないから。そうですか、うん、なんとなく暑いなーで過ぎちゃって、ああ秋になったなーっつって、あ、また年食うのかーって、だんだんしおれて枯れてくるよなーって。